回も何回も10回20回100回ぐらいやって創作を繰り返して出来上がってお客さんに出す、納得して。切ることは誰でもできるんです。切るのはまあね、技術があれば切るのはできるんですけども、切るときにこう切ったときにこっち側がバラバラにならないように切らなきゃならないです、薄く。だからそれを、それも技術ですね。ただその骨切り、一寸って 3.3 センチで、 3.3 センチでだいたい20、じゃあ永田さんは30ぐらい入れるんですよ。30カット30だから下の 1.5 倍ぐらいは入れてるんですよ。あの食感が違う、ふわふわなんですよ。多い時で年間1000本、シーズンが終わると腱鞘炎なんです。やっぱりね、痛い。でもそれぐらい毎年やると上手になる、うまくなる。日本人は日本料理がどん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 変わっていくこと、ああいう料理がどん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 こうなっていってて、基本がやっぱり忘れられたら困るっていう、基本、日本料理の基本っていうものはやっぱり基礎になるんで、僕はそれを若い子らに伝えたいという。料理長はいっぱい引き出しがあって、その引き出しをいろいろ出してきて並べたところでこういうふうに盛ろうっていうふうに思って、すごく前衛的な盛り方をしてる。だから基本は絶対変わらないと思います。だけどもそっから先の組み立てはどんどん変わっても僕は許せると思うんですよ。組み立てはもう全然誰が何しようが、それは全部あの人によって違うものであって、これは学校では教えるけども実践ではやってみなきゃわからないことだと思うんですよ。まあそれはあの職人さんって分かります？職人気質っていう職人さんの気持ちでなければできないことだと思うんで、日本人はそこがあるんですよね、職人気質って。